はい、どうも皆さん、お疲れ様です。ウィニングポスト10 2024発売おめでとうございます。今回も我々 T&E のチャンネルでは、ウィニングポスト10の最新作をプレイしていこうかなと思います。まあ、非常にね、まあ、いろいろ歴代のいろんなレースをしてきましたけども、まあ、2024こそは初めて凱旋門賞制覇を目指してやっていこうかなと思うので、早速ニューゲームでプレイしていきたいと思います。はい、こんな感じでね、始まる年を、ね、選べることができます。1984年といえば出てきましたね。そして皇帝シンボリルドルフ、日本競馬史に三千と輝く2頭の三冠馬、歴史的対決の火蓋が今切って落とされます。1991年、マックイーンと帝王だ。東海帝王立ちはだかるはターフの盟友メジロマックイーン。若き帝王か、はたまた小馬の絶対王者か、最強の座をめぐり互いの誇りをかけてぶつかります。おー、黄金世代だね。98年から輝きを放つ優秀たち、影なき逃亡者サイレンス鈴鹿、ベストサイヤーの決勝スペシャルウィーク、ワンダーホースグラスワンダー、そしてターフを舞う会長エルコンドルパサー、最強世代の強豪たちと希代の快速馬が今この下にいたって今します。ね、テリューモンピラ王とアドマイヤベアガもいるからね。これ2005、あ、これはディープですね。ディープインパクト、まあ、この年はディープだったな。史上最強無敗の三冠馬に挑むは心震わす大覚醒ハーツクライ、ハーツクライ、そして勝利を奪う義足がごとくゼンノロブロイ。若き天才の走りをコバの意地が迎え撃ちます。そして2012年、金色の暴君オルフェーブ。いやー、僕はやっぱこの年のね、破天荒伝説ゴールドシップ、そして貴婦人ジェンティルドンナ、世代が大好きでしたね。強烈な個性を持つスターホースたちが最強の座をめぐって激突します。そして2025年、リバティアイランド、世界の夢春祭イクイノックス、自由を映す気高き宝冠リバティアイランド。歴史に名を刻んだ優秀たちの戦いはフィナーレを迎えました。さあ、ターフを沸かせ新時代を切り開くのは一体どの馬か。というわけで今回も2025年の方からスタートしていきたいと思います。新たな歴史を紡ぎ出す。いやー、これジャパンカップでしたね、あそこの映像は。さあ、ウィニングポスト10 2024の世界、あれこの人知ってるな。ギャル秘書じゃねえかよ。さあ、まあ難易度の方とかを設定していきましょう。データの引き継ぎは30年以上ちょっと前作プレイしてなかったので、セーブデータを、読み込みまして、おい、まあ難易度はこの状態でいきましょう。こちら IF の世界を出せる馬なんですけども、まあちょっと今回それはなしにしていこうかなと思っております。このままいきましょう。さ、名前ですね。今回もちょっとあれですね、タズナさんの名前を借りようかな。はーい。そして勝負服ですね。僕迷っちゃうな。前多分タスキだったような感じだったんだよな。前確かタスキだったんで、石山型にしようかな。で、我々 T&E ファーム青とグレーですからね。このカラーもどうしようかな。二輪とかにしようか。ああ、二輪だとあれですね。おお、なかなか、なんか3色使うと勝負服っぽくなるからな。黒かな、白、赤、おお、なんかちょっと縦線じゃない方か。ゲーム変わっちゃった。あ、これかっこいいかもな。これ青、ここ青にしてグレーにして、
で、ワンポイントでちょっと赤とか入れてみたらかっこいいんじゃないか。あ、いいじゃん。あ、かっこいいよ。これにしましょう。はい。で、解説地域は日高牧場に書いてか、まあ、前回は確かね、2カップでやったと思うんですよ。よし、じゃあ日高地方にしましょう。さあ、我々 D&E ファーム。で、アンドが使えないので、間はこんな感じでいきましょう。はーい。はいはいはい、牧場長ですね。はいはい、根付け、あー萌木さんかな。いや俺萌木さん好きなんだよな。みのりさんもいいんですけどね。まあ若い馬の育成だったらみのりさんの方がいいですよね。健康管理とか種付けに関して言ったら萌木さんだけど、ノリさんにしましょう。秘書よ、秘書ね。弥生さんかな。やっぱ弥生さんがいいな。途中で変えられるからな。横島の思いが出てるよ。さあさあさあ、まあ僕は弥生さんにお願いしたいと思います。さあ、お見合いか。お見合いは遠慮しておきます。はーい。さあ、上限20億からスタートですね。クラシック路線か、王道路線か。ちょっととりあえず王道路線から見てみましょうか。はいはい、ステイヤー。あー、はいはいはい。あ、オルフェ3区ですか。まあ、確かに。はい、選べるね。はいはいはい。1009。やっぱクラシックじゃないか。クラシックでしょ。おお、はいはいはい。走ってる距離は結構。逃げ馬だね。逃げか。いいね。逃げ馬。いや、でも結構、タケさん乗って、スワラジョッキー乗って、頑張って、ノリさん乗ってって感じか。あー、なるほどね。ヒンバもいるね。ヒンバか。ヒンバね。で、これも、あー、はいはい。キングヘイロ系だ。ってと短距離っぽいのかな。ダートね、ダートは難易度高いらしいけど、直線一気。あー、いきなりね、渋いところはダートに行ってもいいですけどね。いや、このアルポイズディナーってことにしようかな。譲っていただきましょう。まあまあ、ステイゴールドですか。我々ステイゴールド系の馬が僕は大好きなので。じゃあ、ステイゴールド系のこの子にしたいと思います。はーい。さあ、冠名ですね。冠名は、我々 T&E ファームは、エンディがね。エンディなんとかですから。はーい。さあ、馬名を決めていきましょう。馬名はやはり、まあ1年目ですからね。エンディ。さあ行きましょう、エンディで。あ、またクイズ先生ですね。そしてウィニングポスト制シリーズやってると、好きな繁殖牝馬、繁殖牡馬も手に入れることができるので。はいはいはい。さあ、今作の新しいやつですね。人気ランキング40位以内ということで。はいはい。こんな感じで人気が出るんですね。
さ、説明のイベント、まあ大体分かってるんですけど、まあとりあえず通常の演出で1年目は行きたいと思います。さあ、早速やっていきましょう。いや、楽しみですね。非常に楽しみです。ちょっと今週、新しい最新作は、ちょっとフランスのあれを制覇したいですけど。さあ、エンディですね。まあ、狙いたいところとしては、やはり、まずはクラシック戦線って感じですかね。気性荒っぽい。物覚えが良くないのか、エンディ。大丈夫かよ。おー、なるほどね。はいはい、クラシック、なるほどね。まあまずはクラシックセンスですよ。馬情報、はーい。取り適正演技は1800と2000か。エンディオモバガの方がいいんだね。この辺は前作と一緒って感じかな。はーい。まあちょっと共同通信杯でどれだけの走りを見せてくれるかって感じですけどね。まあ初代エンディはね、素足でしたけど、この子はどうやら逃げ馬らしいからね。はあ、はあ、エンディずぶいのかよ。大丈夫？まあ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 、新しい馬ですからね。テレビの申し込み、なんだ？店員よし、仲良し、しおみよし。アイドル界の快速娘。アイドル来たぞ。はい。アイドルコース。なるほどね。はい。国民的アイドルコース、ハイセイコー、足毛の怪物、オグリキャップ。競馬ファンにとどまらず、その走りで日本を沸かせて、社会現象になるほどの大きな人気を集めたスターホースをアイドルホースと呼びます。は。あー、なるほどね。いろいろ恩恵を得られるってことですね。なるほど。まあだから、あの、オグリキャップのような馬を頑張って育成しなくちゃいけない。ずぶくてなかなか前に行かないなって言われてるぞ。さあ、エンディは共同通信杯でどれだけの走りを見せてくれるかですね。はいはいはい。エンディはずぶいのか。大丈夫かな。ちょっと心配になってきた。あ、競馬ブーム到来。スターホアイドルホースが誕生し、人気が高まると競馬ブームが巻き起こります。あ、これ平成三強だね。はあ、ははあ、半年ぐらいにわたって競馬。あ、恩恵がすごい得られるっていうことなんですね。はあ、ははあ。競馬ブームを。まあ、今作の新しい追加要素としては、この競馬ブームっていうのと決戦図が復活したからね。新しい要素とあれば。さあ。新しい牧場も工事中ということで。
お、この辺は手術状況ですかね。はあはあはあ。まあ、この辺は前作と一緒かな。よし、手術状況をしていこう。変に消え、大丈夫かな。はい、体調のトップ、はいはいはい。ああ、まあこれは今まで通りですかね。はいはいはい。エンディは距離適正の幅が狭いな。はい、記念のライバル対決。はーい、頑張りましょう。じゃあエンディの初出走ですかね。まあ、ここから T&E の。さあ、安城ジョッキー誰にお願いしましょうかね。結構大事ですからね、ジョッキーは逃げ馬だからな。逃げが得意な人がいいな。ズブイが得意な人とかいないから。前ないか。あ、出た、カルロ。カルロ、エンディ強豪ですからね。ずぶい割にエンディ強豪らしいですからね。あ、有馬さんだ。はい。おお、なんだこれ。あ、なるほどね。イベントを起こせるんだ。へえ。わ、これ見てるだけで時間溶けちゃうね。あ、じゃあ実際にこのあれですね。あの、過去からやってると、実際の史実と同じような感じで、ほら、これ見てこれ、ほら。当時の新聞が見れるっていうよりもすごいですね。ああ、新聞のクリスマス。キングカメハメハね。変則二冠。僕が多分ね、競馬見始めた頃って多分これぐらいなんですよね。だからオルフェとジェンティレとか、あとゴルシとかね。で、馬券とか買えるような年齢にだんだんなってきて、で本格やってきた時、やっぱ印象的だったのは、僕はやっぱアーモンドアイとデアリングタクトコントレールのね、2020年の無敗三冠っていうのは結構印象的ですね。あと、まあやっぱり天皇賞秋ですかね。これはね、もうすごいレースかな。いや、本当にバンサラッサっていう大逃げを打った馬がもちろんですけど、それを捉えたイクイノックス、そしてこのね、お嬢さん。ここにも帰る。もうね、お嬢さんがね。これ、あの、ぜひ、あの、皆さん、ジョッキーカメラっていうのがね、あの、JRA、この、去年から、あの、このね、安城の川田優雅ジョッキーによって、まあ、導入された、ぜひ、ジョッキーカメラもね、ぜひ皆さん見ていただけると、この競馬の楽しさがよりわかるかなと。僕はね、意外とジョッキーカメラ見てるの楽しいんでね、おすすめです。さあ、このジャパンカップを見てましたよ、これ。すごいよね。獲得賞金トップですよ。アーモンドアイといい、北サンブラック超え、4位にパンサラッサがいるっていうのもね。そして大好きなゴルシュは10位と。ただ5位にテーモピラオがね、2000年代でいるっていうのもね、これすごいですよ。これだけ見れたら時間解けますね。さあ、いよいよ
エンディの初出走を見たら今回は終わりにしようかなと。さあ、東京第10レース初出走となります。さあ、エンディは4番人気からの出走ですね。さあ、逃げ馬ですからね、まあ逃げに答えはないとは思いますが、まあスタート勝負になるかなという感じですね。まあ、歴代のエンディはね、差し馬でしたけど、さあどうでしょうか。さあ、東京競馬場日曜日の第10レースです。さあ、芝の 1800m 晴れ両方です。さあ、エンディ東京競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。エンディ誰かがつぶいらしいから前で粘るしかないと思うんですよね。いやでも決定落としました。どうでしょうか。その後ろにエンディ、どのポジションを取れるかですよね。このグループその外から青とブルーのチームカラーに赤いワンポイントに出ている。強引につけます。内からマイネルダンス、緑の帽子プロフィールド、その後ろはタイムベリー、ゲーではなくこの集団にオスピバグ、その横にサマーアサーション、ここにサウンドアンガール、内を通って逃げて粘れる馬って言ったら差し切った方がね、ここまでほぼ平均ペースで進んでいます。先頭から最後方までおよそ8馬身、各馬1塊です。オーケー機を通過していきます。前はシビックプレイス、2番手はメイクトプリテンス、このジョッキーカメラから、さあいつ仕掛けられるか。いい位置です。先頭さあ行け、エンディ頑張れ。おお、上がってきるんじゃないか。伸びてきた、粘れ。先頭入れ替わって行けヒューズトロモス、後続も横いっぱいに広がっている。シリックプレイス、いやー叩き合いになるか。やはり2頭の叩き合いだ、2頭の叩き合いだ。エンディ粘る、エンディ粘る、エンディ伸びる、エンディ伸びる、伸びてきた。ヒューズトロモス食い下がれ、エンディすごいレースだ。うお、勝ったよ。2着はヒューズトロモス、その後ろにチャイムベリー、ここは勝ち切りました。エンディ見た、すごかったねやったぜ、やったね。いや抜き出しました。外から叩き合いでしたね。いや、素晴らしいレースでしたね。ああ、馬体の完成度が高いと。ありがとうございます。初出走、初勝利。いや、ありましたね。勝っちゃったよ。外側から綺麗に刺してきましたね。だから、ちょっと後ろに下がった方が良かったんですね。いや、4番人気、これはね、馬券も美味しかったんじゃないですか。さあ、エンディは出走登録から行えるんですね。マナリ集団、はい、あ、ダート路線、あ、そうね、ダート3冠ですから。出た、的場さんだ、大井の帝王、ね、今年からやっぱり大井競馬場からダート三冠がね、開催されるので、中央と違って。まともジョッキー出てくるんだよ。いや、すごいね。レジェンドジョッキーですよ。7400勝ですからね。いやいや。すごいな。大井競馬場行ったことあるけど、すごい綺麗で好きなんですよね。はい、というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。思わず大興奮でだいぶ収録時間が伸びてしまいましたが、エンディの方が、見事勝ちましたので、3月4日の週スプリングステークスに、出走予定ですね。 G2 になります。まあ得意の1800になるので頑張ってくれたらまたはいいんじゃないのかなと思いつつ、期待をしながら頑張っていきたいなと思うので楽しみにしておいてください。次回もお楽しみに。お疲れ様です。